今あの日本だといろいろなメディアに情報があふれてると思うんですけれどもあの一番幸せになる方法っていうのは自分らしく生きることだといいう,うに私は思っていますなので周りのお友達の意見とかも大切だとは思いますが自分が今本当に何をしたいのかとか何が好きなのかっていうことにこう向き合っていけばですねあのどんどん自分の魅力っていうものに気づいていけるので。 自分の魅力っていうものを伸ばす方法についても考えられるというふうに思います。どうしても日本だとみんなと同じの方がいいみたいなあの雰囲気っていうのもあるとは思うんですけれども、これからの時代はみんなと同じだけではなくて自分の強みっていうのはここにある、自分の良さはここにあるっていうものをしっかり周りにコミュニケーションできる人が活躍する時代だというふうに思いますので、 皆さんが学生の頃から、えー、自分の好きなところを徹底的に磨いていったりとかあすることで得意なことっていうのを一つでも二つでも作っていっていただければと思います。あともう一点申し上げるとすると、えー、人とととと違ううここをやはり恐れないいいっていうことが大切だと思います。自分についてこう分かった時に、えー、このやりたいことっていうのは学校で誰もや好きな人がいないなっていうふうに思うことがあると思うんですね。 でも今の場合だと、まあ、例えばあの、えー、スピーチコンテストに出てみたいっていうふうに思った時にお友達にはそういうことをやりたい人がいないです。でもちょっと周りのこう学校の外のコミュニティとかを、えー、探してみるとそういったことが好きな人がいっぱいいるかもしれないので、まあ、あの第三の場所というか お家と学校以外のこう第三の場所みたいなものもまあ少しずつ見つけられていくと自分のやりたいことをサポートしてくれる人が意外とたくさんいるということに気づくと思います。